キチャンネル。じゃ、こんにちは。さあ今日はですね、サバイバルポジション、はい、巨人なんですけど、はい、その前にニュースがあります。はい、ちょっと今飛び込んできたニュースによるとですね、はい、ある記事が出てるんですけども、はい、その中で、うん、YouTube を苦戦してると、うん、いろんな人がね、はい、苦戦してると、うん、でその中で里崎チャンネルのように、うん、登録者が多いところはスタッフも多く、はい、ゲストを呼んで撮影や編集にお金をかけているようです、うん、っていうコメントが、まあ、記事になってるってことですね。なってる、うん、お金かけてんの？私お金事情あまりちょっと分かんないんで、かかってるようには全く思わへんけど、お金かけてたら車で取ってなんか言わないよ。お金かかってんの？お金そんなかかってんの？え、岩島ですよ。お金かけてたらアクリル板ガムテープ。そんな現場に金かけ、そんな現場行ったことない。行ったことないよ、お前。金かけろよ、お前。お金かけてるって言われてんだぞ。金かけましょうか。これだってさっきこうやって倒れてましたから、ね、佐藤さんの方に。この机も3年ぐらい使ってるけど、これ IKEA とかじゃないんか、お前。高そうには全く見えへんけど、で椅子は AK レーシングさんに提供してもらってるし、カメラはずっと一緒やし、はい、必要最低限って感じですか。いや、まあでもお金かけてるって言ってんぞ。れね、これあれか、フェイクニュースか。3カメも4カメも置きますよ、ここにカメラ並べしますよ。そうやな、俺もあの人の YouTube とか出ることあるけど、はいはい、1カメ見たことないぞ。ないでしょ。1カメ見たことないぞ、はい、最低2カメだよ。2カメでこう立ってディレクションとかしそうじゃないですか、うん、下手したら3カメとかだから、両方1人ずつみたいな1カメで。でもまあお金をかけているようです。しかもスタッフも多く、もう知らんスタッフやってんの。見ての通りじゃないですか。変わり側で、まあ、あれやろ、俺とか袴田さん月に 2,3 回しかけえへんけど、ほんまは20人ぐらいいんやろ。スタッフ雇ったんですか。俺ら知らん間に雇ってんのやろ。 2,3 中に書いてんぞ。フェイクな。ゲストも呼んでないですもんね。うん、だからあれなんだよ、乃木坂さんって言いたい。で全部あれってコラボなので、ゲスト費用っていうのかかってないわけですよね。ゲストなんてほぼほぼ呼んでないよな。しかもお前金かけるんだったらお前スマホで家で撮んないんだよっていう。俺にもじゃあ、何百万もするカメラくれよ。あのピンマイクつけてね。でも、いつも、まあ、お弁当出していただいてるじゃないですか。600円ね、600円の唐揚げ弁当。あれ600円なんですか。なるほど。あとはあのキッチンカーね。はい、キッチンカー、うん、あれ500円違います。あれ500円ワンコインですよね、うん、まあ美味しいけどね。いや美味しいよ、全然不満はないよ。そう、ない、全くない。不満はないし、はい、別にこんなもんやと思ってやってるから、うん、疑問も不満も全くないけど、うん、書いてんだよ。だそう思われてるってことでしょうね。いや、だから思われてるフェイクニュースなのか、はい、本当はそうだけど、うん、俺らに黙ってやってとか。お前だからあれやろ、お前俺らがおらん時に昼飯あの叙前弁とか食ってんやろ。今半ですよ、今日今半のすき焼き。え、今半食べたい。今半のすき焼きもね。お前カレーかけてたらワンカメでせえやろ。先日もある球団の候補の方が、うん、すごいスタッフさんも放送で編集もすごいかかってますねとか言うんですよ、うん、そんなに人はいないし編集もなんとかスタッフやってるとって言うんですけど、そこはあえてそうなんですよーって嫌ってました。謙遜しろよ。いいでしょ、カバーみたいなんですよ。いや、もう佐々木さんもうスマホ1台で車の中からとか撮ってるんで。でもそれを思って唯一は多分見てないんですよ。ああ、その羽田空港の移動中にこう追加とか撮ってるあの映像を見れば全てが理解できるんですよ。羽田空港のね、第一ターミナルの JAL の、あのところの真ん中の本屋とかラーメン屋とかお寿司屋とかおにぎり屋さんとかがある歩きエレベーターみたいなところの横の端っこの机の誰にも分からへんようなところで手持ちね、こうやって何の変装しない。そのまま帽子かぶってて。今日そういう話しちゃうんですよ。はい、今日巨人だから、はい、サバイバルポジション。今から巨人の話するんですか。するよ、はい、あの巨人ね、サバイバルポジションね、はい、野手ね、ないわ。ない、ノーサバイバーや。もう
もう固定ですか、ね、B クラスなのにノーサバイバーや。へー、だってキャッチャーは多分大城なのよ、はい、メインはね、うん、でそっからもちろん小林とかが出ると思うし他もね出ると思うけど、はい、もうメインは多分小林なのね、うん、でファーストはもう中田でしょ。そうです、ね、また3年契約の複数年したから、うん、去年ガチリ使ったね、まあ、最初は中田がこけたらサバイバーになるかもしれないけど、まあ、基本的には多分普通に行けば中田だよね、はい、でセカンドも吉川でしょ。そうですね、でサード岡本でしょ、うん、でショート坂本でしょ、はい、で外野はもう丸でしょ、はい、でポランコといなくなったけど、うん、ウォーカーと、はい、あとあの外国人のブリンソン、新外国人、うん、ブリンソンが、だからウォーカー、ブリンソン、丸で外野なの。おだからもうノーサバイバルです。あ、埋まりましたね。そうだから、まあ、浅野くんはねドラフト1位だけども高校生だから、うん、まあそんなすぐっていうわけでもないし、未来ですね。だから慶応から萩尾くんとか取ってるけども、はい、まあ競い合えないよね。うん、でまあマッチ中地ね、あと長野、うん、ここら辺がまあ代打陣でいるけども、はい、確かにそう思うともうレギュラー固定ですね。だからまあやっぱりジャイアンツのね、うん、一番危ういところはね、はい、レギュラーと控えの差が激しすぎる。うん、でその中で、まあ、このね外国人のブリンソンがどこまで頑張れるかにもよるけどもね、あと怪我なくね、はい、他の選手が戦えるかっていうところの攻撃陣はあるけども、うん、ノーサバイバーだね、うん、まあ、そう言われたらもう内野も外野もがっちりですね。そうそう、だから他の選手はもうあの1軍のバックアップメンバーをかけてのサバイバーだね、はい、あーそうだ、2番手争いってことですね。そう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 、だから北村とかね、うん、増田とか秋広選手とかも出てきてほしいですし、増田、うん、ね、で萩尾、ここへ選手とか岸田、広岡とかね、うん、中山とか重信、はい、とかもみんな松原ね、うん、もう全員、はい、あのベンチ枠を争うサバイバルで、レギュラーのサバイバルポジションありません、はい、うわー、そんなチームが、うん、で B クラスだからね、やっぱ怪我なく、うん、やっぱ怪我なく坂本が戦えるかっていうところがね一番の大きいですね。ね、でこのピッチャーね、はい、でも課題ピッチャーだから、うん、ジャイアンツは、はい、だから先発の確定は菅野、はい、戸郷、うん、このビューティーと BD、 あ BD、うん、BD とメンデスが先発候補らしいんだよ、うん、新外国人 で、 です、ね、だからほぼ確は4人だね、この4人がほぼ確定で、はい、だからあと2人は、うん、サバイバルだね。おだから山崎伊織、はい、で赤星、赤星で堀田、うん、であと直江、井上とそうですね、とかがまあまあサバイバルだね、はい、だまあ2枠をかけて先発だね、うん、でもやっぱここが揃ってこないと、あとやっぱこのグリフィン PD BD あ BD PD じゃないの、もう P の PD にしようや。なんでですか、俺も PD って言いそうやわ解説で、なんか PPD の方がなんか良くない？ BT BT な BD PD BT で俺も申し訳ないけども、はい、今年1年、はい、数回間違えると思うもうPD って今から BD ですね BD ね、はい、だからグリフィン、BD、メンデス、はい、だからこの3人の中の2人の活躍が必須だね、うん、そうですね。でまあ外国人がね野手2人入るからピッチャー3人になってきて、はい、でこのロペスがリリーフらしいから、うん、であと5人でいうとあと2人しか入れないから、はい、この外国人の、まあ、去年のね、うん、あの面倒さ、面倒さじゃないわ、シューメーカーとか、あ、シューメーカー、あとはアンダーソン、うん、でもやっぱパッとしなかったじゃん、うん、やっぱ投手陣がね、外国人も多めだから、ここがやっぱキーポイントだね、うん、だからこの、まあ、だから菅野、戸郷、あとの4人、はい、外国人2人入るけどこの4人の頑張りが、うん、多分ジャイアンツを押し上げれるかどうかの勝負になってくる、はい、だからもう投手力だね、うん、でリリーフは、まあ、大勢が守護神確定だね、はい、でまあ今村、うん、まあ、鍵谷、はい、高梨投手、高梨、まあ、桑原、うん、まあ、登板数で言えばね、でまあ平内が育成落ちてるからね、まあ、帰ってきたら平内、まあ、普通に入るだろうとは思うけども、リリーフでも3ぐらいあるね、ピッチャーほぼほぼ空いてるよ、枠ありますね、超チャンスタイム、うん、ピッチャーはだ、そこが、だまあそこがジャイアンツの一番の課題ここだからね、うん、でその揃わないっていうところもあるし、でルーキーで外野取ってるっていうところもあるから、はい、でまあ、そこはねピッチャーを外国人で補うっていうところで多分外野に行ってると思うんだよ、うん、だその思惑がハマるかどうかで多分順位も決まるから、だからその投手陣、はい、ブルペンも含めた投手陣の出来次第で、うん、ほぼほぼサバイバル、はい、ピッチャー陣はほぼ空いてる、うん、だそこにね一軍のピースどこに入っていけるかどうかがね、うん、超チャンスタイムだね、
ジャイアンツのピッチャーは本当ですね。ちょっと頑張ったら、ちょっと頑張ったらすぐ一軍の試合出れる、そういった意味ではキャンプはね、見どころ頑張りどころがそこになるかなと。そうですね、でも本当去年出てきた山崎投手とか赤星投手とか堀田投手とか、その辺がこうグーって伸びてくるとジャイアンツ、そうそうそう、まあ、アドバンテージとしてはね、かなりあの高い位置のアドバンテージはあるけども、まあ、ほぼ確じゃないからね、まだ競争の中に入ってるから、まあ、そこでどこまで頑張れるかっていうところだけど、野手はもうノーサバイバルだね。いや本当ないですね、まあ、怪我なくね坂本がいければね、いい形の結果になると思うけども、あとはね、だからまあ外国人試合はあるね、ジャイアンツも ね、そこが不発だったらまだ B クラスの危険性は十分にあると思いますけども、まあ、キャンプはねそこら辺を中心に見ていきたいと思います。